マリア・ファン・オーステルイックは、オランダの画家。花を描いた、生物画で知られている。マリア・ファン・オーステルイックは、ノートドルプで生まれ、ヤンダ・ビスでヘームの下で学んだ。ファン・オーステルイックは、デルフと、続いて、アムステルダムで活躍した。アムステルダムでは、ウィレム・ファン・アールスとの工房の向かいに住んでいた。彼女の作品は、神聖ローマ皇帝レオポルト一世。 フランス王ルイ14世、イングランド王ウィリアム3世など、ヨーロッパの貴族階級の間で人気があった。しかし女性であるということで、画家組合には加入できなかった。彼女の作品は高く評価され、画家のアルノルト・ホーブラー県によると、国際的な名声を得、多くの君主たちが彼女の作品を手に入れた。彼女は一生の間結婚せず、 ユーイットダムにあった自分の姉妹の息子ヤコブスファン、アッセンデルフトの家で亡くなった。彼女は自分の召使いであったヘールトヘン・ウィントヘスに絵の具の混ぜ方を教えたが、ウィントヘスは後に画家となった。ありがとうございます。